はい、皆さんこんにちは、ワナリウルビジです。では今回は発音版の方、現代モッド中国軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ようやくですね、アメリカ海軍に風穴を開けたということで、原子力空母南石が撃沈に成功しています。今回その続きになります。なんとしても沖縄の那覇、台湾、この2つをねアメリカ軍から取らない限り、中国の安全とアメリカへの本格的な反撃はできないので、引き続きこのあたり模索していきたいと思います。で、手こ入れしなきゃいけないのがですね、やっぱり軍、その中でも陸軍なんですね。那覇、台湾に強襲上陸をかけてみたところで、結局のところどうしても上陸、その作戦が阻止されてしまうという状況なので、少しですね、編成を見直したいと思います。ちょっとハテナハテナになってしまっているのは、おそらく日本語がもっとがバグってますね。ただ場所はわかるので、この71って出てるここですね。あ、当てたら出ますね。先頭の正面幅、これ71になっている部分、これがね、アメリカ軍の手段と比べてどうかというところですかね。進撃力はもうこの際どうでもいいので、見ておきたいのが、そうだな、他、制圧力、突破力かな。突破力も結構重要なので、突破力、対人攻撃力、対戦車攻撃力、対空、このあたりを少し上げていきましょう。突破力も370ですね。ちょっと画面小さくてすみません。文字見づらいかもしれません。なので、手段の編成を少し見直しましょう。まずは支援だな。偵察とかはもうこの際、はっきり言っちゃってどうでもいいので、装備の備蓄も確認しながら見ていこう。備蓄はこの倉庫のマークがついてるこの縦のラインですね。歩兵戦闘車は結構余ってんな。さらに、空挺も余ってますね。対空ミサイルとかこのあたりは少し生産も抑えてもいいかもしれないな。生産の見直しを先にしましょう。余っているものはこの際切り落として、足りていない、兵員輸送車であったり自走砲であったり主力戦車といったものに生産のラインを切り替えましょう。余っているものはこの際減らす。で、補充になっているものを増やす。対戦車ミサイルとかもう完全にいらないな。備蓄1万7000とかになってるからね。更新でなってるものもまあ正直あんまりいらないんで、補充になっているものを増やしていきます。主力戦車が多分全然足りてないんだろうな。こんなありさまですね。マルチロールもこれ以上減らせないしな。あとは第5世代の戦闘攻撃機、これも減らせない。今アメリカ海軍風穴をようやく開けた段階なので、これらは減らせないので、工場をやっぱり今増やしている途中なので、その過程で追いついていくしかないかな。で、これからの増産計画と、今の備蓄を見た上で編成を見直します。まず機械化砲兵とかをどうするかですね。一旦ちょっと考えます。はい、編成の方を見直しました。だいぶ変えてます。備蓄があるものを中心に、大きく入れ替えています。で、前衛の主力戦車使うですね、重機械化偵察隊と、いわゆる戦車大隊に関しては、どうしても主力戦車必要なんですが、火力がやっぱりだいぶ上がってくるので、ここはですね、主力戦車をね、すごく使ってしまうんですが、前衛に並べています。で、余っている砲兵、そして、人口15億、20億とも言われる中国人民軍、これを総動員する意味で歩兵、
で、余っているですね、これも、歩兵戦闘車をよく使う、装甲化歩兵を入れています。で、同じくですね、余っている装備を使うために、ご覧のような支援を行う部隊を入れています。これをね、今後、量産していきたいと思います。で、それに伴ってですね、生産も少し見直しています。で、全然足りないのが、やっぱり主力戦車になってくるので、主力戦車はですね、この後、工場がですね、今建てている途中なので、工場が立ち終わったらですね、さらに増やしていこうかなというふうに思っています。では、これで時間を進めていきましょう。モンゴルも参戦してくれて、いよいよ、東南アジアの方もね、熱くなってきてるので、ここで遅れを取らないように、しっかり戦っていきます。では、時間を進めていきましょう。台湾上空以外、いわゆる東シナ海と、黄海、この辺りに関しては、制空権が取れるまでに、だいぶ、空軍が強化されてきてますね。あと、パラセル海の方も、恒常的に制空権が取れてますね。台湾がどうしても取れないんだよね。台湾上空。ここの台湾上空が取れれば、あるいは、変わってくる情勢もあるかなと思うんですけどね。では、時間を進めていきましょう。はい。で、今ですね、徴兵の方を見てるんですけども、C&C 装備以外は揃ってます。逆に言うと、C&C 装備が足りていなくて、これ増産するにもですね、工場が足りていない状態です。じゃあ今、C&C どれくらい作ってるかというとですね、ここです。5個の工場。で、工場が立ってくれば合計10工場を稼働させる予定なんですけど、これがまだ少し先になりそうなので、ここはですね、海外製のものを一気に輸入していきましょう。全部輸入する。すべてだ。これで、ガリガリ輸入してですね、徴兵の中で使っていく C&C 装備ですね。ここの重複、重速を測っていきたいと思います。で、師団が訓練終わり次第ですね、ガリガリ前線に出てもらいます。生産のラインまだ見直しの余地あるかな？今見たところですね、主力戦車も足りているので、まあ、C&C が全然足りてないっていう状況を鑑みてですね、航空戦力がどうしても、今、せっかく優位に立っている状態で、これを、あえて落とすことはできないので、少し数を主力戦車減らしてでも、C&C の方に回せるなら、回してもいいかもしれないですね。これで、ガリガリ生産を20ぐらいまでラインを増やして一気に数を補填しましょうか。消火器とかね、このあたりは消耗品なんですぐに枯渇すると思うんですけど、今欲しいのは C&C 装備欲しいので、そこに金を使っていきましょう。輸入が叶えばね、これで一気に手に入れるものもあるかなとは思います。台湾を攻めるか、沖縄に行くか、ちょっと難しいですよね。台湾の場合だと、パッと見、港が1、2、3、4、5個とあるので、これをうまく同時に攻めることができなくても2つぐらいね、攻めることができれば、あるいは変わってくるかなとも思うんですけどね。攻撃原理ですが、次2035年モデルか。今2024年なんで、これ、2035年の攻撃ヘリコプター開発するのに1872日。
5年かかるわけだな。これはちょっと手が出しづらいな。となれば、主力戦車、2025年モデル、これに行きましょう。で、旧式装備となった攻撃ヘリは最新のものにモデルチェンジしていきます。台湾先にするか。沖縄の場合だと飛行場一つ、軍港一つという状態ですね。確かに沖縄の方が制空権は取れてるので、まあ、ある意味では攻めやすいのかなとは思うんですけどね。ただその場合でも、沖縄はアメリカ軍が張ってるからな。台湾だとね、言っても台湾が主力軍になってますんで、攻めやすいかなとは思うんですけど。そうすると、台湾の制空権を取りましょう。と簡単に言ったものの、残念ながら、航空兵力ももう、キッツキツの状態でやってはいるんで、難しくはありますけどね。金門島にプラスで配備するとしても、もうキャバオーバーしてるしね。近接航空支援機が14。これじゃ話にならないな。他から持ってくるか。そうですね。この辺りを持ってくるかどうかというところかな。322の近接航空支援機。さらに、マルチロール機。これを少し台湾上空に移動させましょう。では、ここからですね、少し攻勢に出ていこうかなと思います。この友軍4軍はですね、指揮統制率、あとは装備の充足率も、一番優れている最精鋭の部隊にしました。この最精鋭の部隊で沖縄に上陸をかけてみようと思います。これで結果がどうなるかですね。うまくはまれば取れるじゃないかなという期待感を持って、那覇に攻撃を仕掛けてみましょう。まあ、ここでね、うまくはまってくれないとまた作戦の見直しが必要になってくるので、うまくね、はまってほしいとこですね。で、それに合わせて海軍も一撃に東シナ海ですね。ここに展開しましょう。強襲上陸がうまくはまってくれればいいんですけどね。ここも本当に硬いというか強いですからね、やっぱりアメリカ軍なんで。台湾のね、上空の制空権はどうしても取れないですね。大増強をかけたんですけど。さあ、沖縄に強襲上陸。どういう塩梅になるか。ちょっと待って、よくわかんないことが起きてる。なんかよくわかんないけど、なんかあっさり取れちゃったな、那覇が。どういうことだろう。沖縄の占領が、ごめんなさい、完了しましたね。マジか。え？そういうこと？アメリカ軍が沖縄を放棄。そうとしか考えられない事情が起きている。いや、これはありがたいな。ありがたいし、なんだろう。すごい虚無感が今ありますけど、これ沖縄ごと取れたんだったら台湾も行けるんじゃねっていう感じになってきますよね。なので、ちょっとこのまま最精鋭の部隊を台湾に上陸させましょう。台湾に上陸させる。そのために全部隊移動させて、代わりにと言っては何なんですけども、一部ですね、ここに足りていない人たちがいるので、その人たちを沖縄に配備しましょう。沖縄は、台湾はやっぱりそう簡単にはいかないね。ちょっと苦戦をしている感じがしますね。攻撃側5師団、防御側4師団という構成ですね。ちょっと戦闘の中身が見れてない。ちょっとこの中身は見たいな。
上陸が決して無理のある上陸作戦ではない気はするんですけどね。なんといってもこの再生鋭部隊なんで。ただちょっと戦闘の経過が見れないと敵の構成と味方の構成がマッチしてるかどうかが見れないので、そこは確認をしっかり進めたいですね。やっぱり台湾上空は厳しめなのかな。そしたらもう一度しっかり作戦を練り直して上陸をし直しましょう。上陸する拠点を南に変えていく。ちょっとここはもう本当に試行錯誤しながらですかね。なんかこの市長がリコールされた公有の拠点に上陸をしてみましょう。せっかくなので。で、海軍の方も、先行場所を変えていきます。本当はね、制空権を取って盤石なものにならしめておきたいなというのはあるんですけどね。はい。ではこれで結果を見ていきましょう。強襲上陸が始まってます。見れた。さあ中国軍ですね。左が中国、右が台湾。いや強いな、やっぱり台湾は。これさあどういう編成よ。航空支援で、まあ、それなりにボーナスかかってるよね。あとは、残壕。地形ボーナスも入って、司令官スキル。いやー、それなりにやっぱりボーナス効いてるね、敵は。味方の方も、航空支援はやっぱりどうしても必要だな、台湾を取るにあたっては。なので、しばらくの間は、台湾上空の、制空権、これを取っていかないと話にならなそうですね。まあそれがよくわかりましたね。まあただ今回は沖縄が取れたというのはむちゃくちゃでかいので、沖縄に配備を進めていきましょう。沖縄在日米軍基地、これさ沖縄在中基地っていう風にちょっと変えてもらいたいですよね。もう今や沖縄は中国のものである。まあそういう実情がありますからね。まあここは、まあ、本当に嬉しいかな。あのゲーム上の話ですね。台湾を取るには台湾上空の制空権を取らなければいけないというのがよくわかりましたので、まあこの次はですね、やっぱり空軍の改革を行っていきたいと思います。陸軍の改革はね、うまくいっているかなと思いますので、このまま空軍も増強を行って、台湾上空の制空権、これを取っていきたいと思います。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。